はい今回はキンプリがジャニーズを辞めたこととデーブ・スペクターの発言についてということで、えー、考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますこちらの件、注目されていてですね、えーまあ、どう思わ,れ思われますかという話を聞かれたんですが、えー、ちょっと、ね、いろいろ考えて調べても分,分からないんで、えーまあ、こういう感じかなって思う、まあ、憶測っていうことなので。 a、えー、まず、あ、ご参考になっていただける点があればあ何よりだと思いますまあこれ皆さんも思ってらっしゃると思いますがジャニーズの、えー、ジャニーズ中ジ,ジャニーズ事務所の中でおそらくねそのキンプリとかまあ滝沢とかっていうその派閥とですね、えー、なぁ派,派閥争いっていうのかなあとこのまああのー ジュリーですよねジュリーとのこの派閥争いで、えー、まあ、なんだ辞めさせられたんじゃないかなと僕は思うんですよ。でもちろん、えー、そういったことをね、えー、まあまあ、お伝えしている、まあ、分かる限りの根拠なんですけどまあ、僕、そのキンプリとかっていうメンバー詳しくないんで、えー、ちょっと、えー、すいませんということで思うところをお伝えしていこうと思います。まずあのー これ調べてて思うんですし、まあ、ファンの方もご存知だと思ってらっしゃることなんですけど、僕もこう思うんですが、キ、ま、ン、あ、プリっていう、まあ、このメンバーの方たちはです、ね、まあ、お辞儀の仕方が非常に低調であるっていうことがあまあ知られているわけですよ。で、えー、あると、ねえー、そに、キンプリの,あのメンバーの方が、お辞儀をするときに首だけでえこうお辞儀したということで、まずここに違和感があるっていうことになってるんですね。で僕もこれあの見たんでですけど、まあ、ちょっととおかしいなと思、うん で、このね首だけでお辞儀をしたと、えー、きちんとお辞儀をしないということは、まあ、これ、何かしらジャニーズ事務所とね、えー、裏側、内側であったんじゃないかなとかっていうのを思うんですね。でこの あ平野さんという方は、えー、この方ですね、あのー、たくさんのこれコマーシャルに出ている方でしたしねで、ドラマも決まっていたわけじゃないですか、でこの岸さんという方も映画、ドラマとあ,あったわけですよで、そういった方たちが辞、えー、めると、あとこの神宮寺さんという方、えー、この3人がこれ辞めるっていうのは、これ、普通に考えておかしいわけですよね、なぜなら、えー、平野さん、岸さんと、あと神宮寺さんもかもしれませんが、えー、仕事が決まっていたと、うん、普通に考えれば仕事をやるじゃないですか。なんで それ急にあの辞めたのかなっていう感じなんで、突然、これ辞めたっていうことは、えー、辞めさせられたんじゃないかなっていうことを思うわけですよ。んで、そのあの裏側が分かりきらないんですけど、だからあ、なんていうのかな、そのジャニーズ事務所の中で、えー、そキンプリと、まあ、滝沢もかもしれないですけど、キンプリ、滝沢と、このジュリーとかの何かしらのこの人間関係があって、これであの辞めさせられたんじゃないかと、まあ、僕は思ってるんですよ。ただ このキンプリの3人のメンバーですね、えー、この平野さん、岸さん、神宮寺さんを辞めさせ,辞めさせたとか、そういうことは言わないんで、えー、だからあの別の理由をつけて、えー、海外にとかって言ってるんじゃないかと、えー、僕は思いますということで,で、この件に関して、このデーブ・スペクターがね、えー、言ってるんですが、このデーブ・スペクターも、えー、ここのまでは言ってるんですよ、海外活動ではないと、でもちろん本当のことっていうのは分かりませんが、デーブ・スペクターは何かを知ってる可能性っていうのはあるんですよね。ただ、えー、それに関ししてては言ってないし僕 にはちょっとわからないんですけどただ、えー、おそらく海外活動をするためではなくで、えー、ね3人が対処するということになってますが対処させられたんじゃないかと思います。あと、えー、この時期的にね、えー、あのー、まあ、近い時期で、えー、滝沢秀明も、えー、辞めてるわけじゃないですか。うんだからそれを考えるとこのジャ,ニーズジャニーズ事務所内で、まあ、滝沢とこキンプリの3人を含むな何かしらの この人間関係というか、まあ、そういった派閥っていうんですか、そのジャニーズの中って多分、そういう派閥があるでしょうから、そういったところで、えー、まあ,あ入れなくなったと、辞めさせられた、退処させられたということだと思うんですよただ、まさかね、えー、こんなキンプリっていうあのー、まあ、超人気の方たちが辞めさせられたとかっていうのは言えないんで、海外に行きますっていうようなことで、体裁を取って、えー、こうううに終わったんじゃないかなと思う、思滝沢の件を聞かれたんですけど、ちょっとわからないんですけど、まあ、皆さんが注目 注目されていらっしゃるこのキンプリの3人のメンバーが退所しましたっていうけど僕はこれは退所させられたんじゃないかと、えー、そのようにあの解釈しております、うん、で、えー、これ以上っていうのはわからないんでわ、えー、からないことを、えー、どうこうねお伝ええー、いたしませんので また何か調べて、もし分かるようなことがありましたら、お伝えさせていただきたいと思いますので、今回はちょっと分かる限りということで、思うことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。失礼いたします。